はい、三重支部の加藤彩選手です。よろしくお願いします。お願いします。船足は普通はあると思います。はい、そうですね、あの全体的に輪乗せもしたいけど、単回りの出口の足がちょっともう一押し欲しいかなっていうところですね。はい、そこに向けて調整というのが、そうですね、明日乗ってみてちょっとペラを叩こうかな、どうしようかなっていうところです。はい、ありがとうございます。加藤選手といえば犬猫の保護活動の方に、ね、力を入れております。始めたきっかけから教えていただいてもいいですか。きっかけから、そうですね、もともと私が保護犬を飼ってて、それきっかけに何かしたいなと思ってたんですけど、でたまたまあの長島真希さんが犬猫のチャリティーイベントを初めてする しないかという話をくれて、でその時に一緒にやらさせてもらって、そこから、はい、何度かやる、はい、機会ができました。ね、あの今お手伝いしているのが、あの元選手の池田明美さんのところでお手伝いさせてもらってて、山口県なんですけど、山口県は基本あの野犬が多くて、はい、だいたい野犬が保護されてっていう状態なので、その犬種は準犬種じゃなくて野犬です。はい、イベントというのも今はできないんですけど、その予定があるんですよ ね。はい、予定があります。10月の半ばぐらいに宮島のレース場で犬猫のイベントがあって、その時は多分あの基本本場ではレースは開催してないって聞いたんですけど、ちょっと私も詳しくはまだ分からなくて、でもやることは決まってるので、あの宮島のホームページか何かで、はい、見てもらえればと思います。ありがとうございます。加藤選手が保護犬保護猫の活動を始めて、こうレースに取り組み方とか変わりました？そうですね、あのやっぱりこういう喋る機会があって、はい、してもらえる機会が多くなったりとか、自分も着ている、今は違うんですけど着ている、あでもこれなんかコラボ T シャツでちょっと作ってもらって、あ、はい、とあの活動してる今あの名前っていうかモフラブビレッジっていうので活動させてもらってて、はい、そういうのを発信できる場があるっていうのはすごい嬉しいです。ありがとうございます。確かにあの皆さん結構そのパンツスタイルが多い中、すごいスカートで綺麗に着こなしてて素敵だなって思って。え、本当ですか？はい、スタイリッシュというか、確かに、あーでもそっか。普段のファッションのこだわりとか、普段はパンツが多いんですけど、あのスーツの時だけスカートなんですよ。あら、それは何か理由はあるんですか？なんか、理由は何だろう、特にないというか、スーツもズボンも好きだけど、だいたいスカートできてますね。なんでだろう、なんでかって言われると困っちゃうけど、でも今節はでも雨が強かったから、あの足濡れてもいいようにと思って、今節はもうズボンはないなと思って、びしゃびしゃになると思ってたんで、こう雨に打たれながら来る想像してたんで。それではカメラに向かって、はい、明日以降のレースの意気込みメッセージお願いいたします。はい、明日予選最終日なので順位乗れるよう頑張ります。応援お願いします。加藤彩選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、1点だけ。